1993年世界ジュニア選手権優勝。1995年世界選手権日本代表。愛知県大武市出身。スケートを始めた時は小塚光彦が設立したオリオン FSC に所属し、後に伊藤緑らを育てた山田町子に支持し、女子フィギュアスケート選手として活躍。1991から1992シーズンに、 全日本ジュニア選手権で優勝し、翌1992から1993シーズンの世界ジュニア選手権で日本人選手として2人目の優勝を果たした。また、シニアの NHK 杯や全日本選手権でも表彰台に上り、翌1994年に控えたリレハンメルオリンピックの有力な若手選手であった。1993から1994シーズン、 オリンピック、日本女子シングルの2つの参加枠をかけた、全日本選手権では、佐藤由香、井上玲奈に及ばず惜しくも3位に終わり、リルハンメルゴリン出場はならなかった。翌1994から1995シーズン、世界選手権に初出場。フリー演技で着氷に失敗した際、太ももをエッジで切り、血を流しながらも、最後まで演技を続けた。 1998年長野オリンピックのシーズンを前に1997年ユニバーシアードでの優勝花道に競技から引退した。ありがとうございます。